スバルキュン、お互い頑張っていこうよね。にゃんも聞かされてないみたいだね。スバルキュンってばエミリア様の騎士にゃわけでしょ。まあ喧嘩しちゃったみたいですけどね。もう本当にスバルキュンってばわかりやすいんだから。いやだな、もうそういうことだから。スバルキュンは気にせずとっとと寝ること。にゃんでスバルキュンたらここにいるわけ。それにクラシ様、そんな無防備な格好で。それがダメって言ってるんです。男は狼にゃんです。にゃんにさ気に入らないって言うの。でもレムちゃんが拗ねてるから一目惚れとか言わない。あんな子守ろうとして謹慎処分なんてバカみたい。ユーリウスってばほんとそんな性格、わざわざ悪役買って出ちゃって。どうせ武士の手配とか編成とかスバルキュンにできることは何もないんだし。クーリッシュ様がそうおっしゃるにゃら仕方にゃいですね。